市民の皆さん、お元気ですか？市民共同まちづくりテレビです。この市民共同まちづくりテレビでは、市民共同参画を進めるむつ市の取り組みを皆さんに分かりやすくお伝えしてまいります。まず最初にお答えしますけど、1、2、3、4、5、6というふうにあのなってますけど、これは重労働ということでは決してないということですね。行政サービスの後退が心配だなという声が大変多くございます。